コイオリッティの夜の照明、コイオリッティ、またはクイオリッティは、南米のペルーのクスコで盛んな祭り、または巡礼である。語源は、ケチュア語であるため、スペイン語における綴りは一定しない。スペイン語のフルネームは、エルセニョールでキルーアリットアイ。セニョールは神、キルは里、リットアイは雪と訳される。英語で、ロード・オブ・ホワイト・スノーと呼ばれている。2011年に、 無形文化遺産候補になった。1780年頃、カトリック教会の影響が始まる。もともと、インカ文明の祭りだった。アンデス山脈のアウサンガテ山の山中で行う。標高は6384メートル。何十万の人々が集まる。近くの地域の人が巡礼をしに来る。近年、参加者と観光客が増加傾向にある。 2011年は6月16日から6月23日。毎年変わる。お祭りの園芸、ロスキャンディデトスペルーアーノス、エーセールパトリモニオ・インマッティエリエル、デラヒューマニーダット・リマ・ソシエダ、エル・コメルシ・ペルー、エル・コメルシ。ありがとうございます。